も芸者の橋本です。ちょっとね、うなぎがいないんですけどね、だからちょっと来んの遅そうなんで、ちょっとね、切り株に座って、あれ銀シャリちょっとあれ、タケノコか、待ってたぞ銀シャリあーいた、おーい、タケノコの登場の仕方すな、おい銀シャリ遠いな、待ってろそこで銀シャリ、銀シャリって言うな、グループ名に呼ぶの、だから橋本って言うよ、銀シャリって言うのもタケノコだけやねお前。いやすごい、これが何か分かってないの。いやすごいよ、なんか菓子屋横穴軍っていうらしい。ちょっと俺もそれだけ聞いてそんな感じの顔したよ。あ、お若じゃないですか、死者を収めるんやな、前方後円墳、ああいう感覚なんだな。でもそういうのじゃん。で今日何すんの。いや今日ナビゲーターさん LINE ということで、今回のナビゲーネタは、あれロバね、銀シャリさん、はじめまして。自然と酪農の町神奈美の酪農国を拉致で国王をやっております片野俊和です。国王、神奈美は有名な観光地の箱根や熱海の隣で、あんまりメジャーではありませんが素敵な場所がいっぱいある、実は穴場観光地なんですよ。ということで今日は私がおすすめのスポットを穴場させていただきます。よろしくお願いいたします。国王に、そっち系の人、じきじきに自然と国王っていう人結構やばいと思う。今回銀シャリさんをナビするのは、酪農王国オラッチェ国王こと社長の片野俊和さん。酪農王国オラッチェは自然や動物に触れ美味しい食事もできる王国というわけで、今回のテーマは自然と酪農の町神奈美で刺激と癒しの旅。まずは山本食品さんのわさびミュージアムに行ってみてください。静岡の特産品のわさびがどうやって作られているのかよくわかりますよ。9月11日にできたばかりの新施設やちょっと刺激的な価値もあるんです。名物社長の山本豊さんが案内してくださるので、ぜひ楽しんでください。行きましょう。わさびミュージアムがあるのね。まあまあ、あと暑いもん。とにかく暑い、とにかく暑いわ。日照りがな、日照りが直で来るからね。ちょっと行こう、はい、早速わさびミュージアム行きましょう。どこ行く、何する、銀シャリの旅はナビ任せ。すごいとこだな。実際な、道路、でかい道路の沿いにあったよ、伊豆のわさび。いやすごい、怖いな、強いな、やっぱちょっとパンチ強い感じするな。いやなんかちょっと怖い、なんか怖いな。いややめときます。おいちょっと待ってくれよ、おい。いやだってその、なんで拒否権あるやん、ドラゴン。ナビされたやん、ナビされたらもう無理やで、行かなあかんねん。そうなん。いやそんなびっくりすることちゃうやん。あ、怖い。ほら、ちょっとお前近いんだからチャンス。こんにちは、どうも。いや、ユニークな人やんか、ユニークな人。いや、どうも。どうもいらっしゃいませ、ようこそバサリミュージアムへ。社長、山本社長。そうっす、吉田幸太郎さんやん。いや、あどうも。いや、めちゃめちゃいい雰囲気ですね。この中のモチーフの方ですか。そうです。山本さん。はい、山本職員の山本です。社長ですか。一応。あら、まあ社長、やっぱわさび好きで。そうですね、もうとにかくどんな切り口でもいいから、まずわさびに興味を持ってもらうっていう。それ、じゃあこいつうってつけです。こいつね、わさびがね、苦手なんですね。言うな、本当に言うな。こういう時は元気応変で、お前。でもそういう方にもいろんな切り口で楽しむ、そういうことですね。大丈夫ですよ。でこれ出た頃にはもう大好きになって書いてますよね。え、頼む。いやそれは確かに。あ、それもちょっとやってみますか。写真写っとき、写真撮ってるわ。はい、写真キュー、どうもー。あ、いいよ、これはいいわ。お前史上一番いい。緑も似合うで。お前や、これ社長になってからの最高傑作です。はい、これがですか。とにかく店内の方へ行きます。ありがとうございます。こちらが山本社長自慢のわさびミュージアム。
わさびのあれやこれやを知ることができるんです。まずあのわさびのトンネルに入ってもらいます。え、わさびのトンネル、はい、何なんですかこれ。わさびツルンとします。はい、大人のトンネル。怖いな。でもなんか、あ、来てる、ツンと来てる、ツンと来た。あ、すごい。うん、何これ。これがまず匂いで、あ、わさび屋に来たんだっていう体感をしてもらって。急に出口付近で急に来ましたよ。で、これが先月の、10日にできたんですが、ぜひ入ってみてください。何これ。え、これはガチわさびですか。本物。これガチわさびです。あ、これがわさびなんすか。ですね。わさびをあのどうやってやってこう育つか知らない方がすごく多くて、皆さんに見せたいということで、そのまんまここに。綺麗な水のみね。そうです。今も育ってんすか、わさびは。育ってますよ。いや、結構ぶっといよ。社長、だからもうマニアっすね。わさびマニアでしょ。そうです。もう何から何まで。これもね、なんか気になってる、ここ。あ、サメ川。そうです。あの、わさびって言ったら、昔からサメ川っていう部分で、で、これを触ってみると、あ、これがあのサメ肌のルーツだなっていうのが分かる。なるほど。これなんすか、これ。そして、実はこれが当社で研究開発して、サメ川に変わるタガネザメっていう。はいはいはい。タガネでサメ川のようなものが。そうです。触ってみてください。うわ、ちっちゃく、わさび。秘密なんです。秘密があるんですよ。はい、これ。さっき言うなよ。じゃあ最初から。実は初めお前が責任取れよ。じゃあ初めての感じでリアクションしろよ。え、これ何の秘密があるんですか。実はこれ秘密があるんですよ。なんか。よーく見てください。え、わさび。わさびって書いてる。でしょ。初見で聞いてもそんな大きい声出さないよ。そんなびっくりせえよ。このわさびってめっちゃ書いてますけど、はい、わさびの文字がちょうど良かったんですか。わさびが良かったんですよ。それでも全部実験したわけじゃないでしょ。わびさびがいい可能性もありません。あ、実はこれわさびで一箇所だけわびさびってちょっと派手で入れてあるんですよ。まんまとやな。俺こんな悔しいことないで。まんまと丸ごと始まって。これがほんまのすり寄ったってやつですね。うまいですね。でちゃんと実用的にあるでしょ。わさびの香りも引き立てるわけですね。そうだから、とかシャレでやってるみたいに感じちゃうんですけど、これですると普通のおろし板の 1.5 倍わさびが辛くなるんですよ。というわけで、ハガレザメの実力を検証です。さっきのわさびっていう文字、はい、なんでわさびに落ち着いたかっていう、ここに行くまでに多分ね、300種類ぐらいの実験したんですよ。実験したんですね、やっぱりね。星型とか三角とか、いろんな形をやって、アルファベットの C っていう形が、はい、あ、これは一番いいと、C の中でわさびがこうぐる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 回って、そして出てきて、で空気が入るってことで、はい、いいって言って、で、C って、じゃあこれをちょっと見てください。ちょっとこれを見てください。C をいろんな形にやったんですよ。はい、この配列が一番気持ちよかったわけですよね。そう。そしたらこの輪っかに近いのがこの点の和で、さのここ和でさのここで B の、いや、B、だから最初からふざけてわさびにしたんじゃなくて、いろんな点とか線とか星型いろいろやって、奇跡的にわさびにたどり着いたという。面白いな、確かに奇跡。これいいですね。さあ、まずは普通のおろし金で擦ったわさびを食べてみますよ。うわー、きますね。まあ、いいけどね。でも、うまいわさびでしょ。はい、うまい。さあ、続いてハガネザメで擦ったわさびを食べてみます。果たしてどれぐらい変わるのか。うわ、すごい。どうですか。どんな問題。いやいや、風味も増して、このすごいでしょ。ツンも 1.5 倍の騒ぎじゃないです。これ 3,4 倍ぐらい、香りとこの刺激がね、ピリピリつって、わさびのポテンシャル全然違う。同じわさびですもんね。いや、すごい。ネクストもないっす。これどう、好き。好きになった？いやいや、まだ好きにはならないよそれ。ええー？いや、これで好きなんて、もう今までも好きになってるやんか。これめちゃめちゃええやん。ライン。わさびミュージアムはいかがでしたか？わさびが苦手なうなぎさんも楽しめましたか？めっちゃ楽しかったです。次はハムハウスグリムさんに行ってみてください。本場ドイツのハムや
ソーセージが買えるお店でございます。とっても美味しいのでぜひ試食してみてください。社長、俺場合によってはソーセージの方もちょっとわさび合うんちゃうかと思ってたんですよ。あ、ほんま、ね、はい、日本の、ね、で作ってるソーセージだからやっぱ、はあ、わさび合うと思いますよ。やっぱジャパニーズカルチャーのね、そうですよ、トップですよね、わさびが。結局こんな味唯一無二でね、そうなんですよ、日本の文化なんですから。そう、この世界に呼び静岡だけじゃなくてねわさびのこと知っていただいて、はい、嬉しい。もういや嬉しい。もしも2代目受け継ぐってなったらもう任せられますね。あ、僕4代目だから5代目ですね。さあ早速車で20分ほどのハムハウスグリムへ。橋本さんすごいよ。あれまたドイツ国際コンテ金メダル受賞。ドイツで戦った。金メダルってすごいな。すいません、こんにちは。いや、いいですね。いや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 、看板見てびっくりしました。なんかコンテストでドイツ国際コンテスト金メダル。あ、はい、そうです。本場が認めたってことですよね。じゃあそうですね、まあ、いやめちゃくちゃメダルありました。そのめちゃめちゃ釣ってますよね。そうですね、はい。どれいただいたらいいですかね。おすすめはこのゲルダーレンダーっていうのを。めっちゃうまそう、ゲルダーレンダー。言いたくなるな。じゃあゲルダーレンダー。めちゃめちゃ色いいっすね。長いな、ほんで。何これ。ゲルダーレンダー。あ、うまっ。うわ、お汁がすごいね、おい。うまい。ビール飲みたい、うまっ。うまいな。うわ、めっちゃきますね。そうですね、ちょっと肉汁というか油というか。うまっ。肉細かいですね。おいしいな。なんじゃこれ。もうバランスが五角形で言うと全部いいですね。ありがとうございます。五角形のそのパラメーターが何か分からへん。他もめちゃめちゃうまい。いや、ハムもめっちゃうまそうやな。チーズやベーコンを入れたピザ風味ってどういうことなの。ピッツァケーゼっていうウィンなんですか、あれは。あのソーセージですね。あの食パンみたいな型に入れて焼いて作るソーセージです。食べます。いいんですか、はい、そんなすぐ焼けるもんですか。これこのまま食べれるんで。そのまま食べるんですか。ピザ風味ソーセージのお味とは。うわ、ピザや、ピザのハムや。うわ、何これ。ピザのハムや、ピザの味する。ほんまや、ピザのハムや。これめっちゃうまいっすね、これ。ありがとうございます。不思議な味、なにこれ。食った瞬間、あ、ハムやなと思った。だんだん噛んでたら、あのサラミとかな、あのチーズのピザをガブッとかじったやつのこれ一枚でな。うめぇ。これ日持ちするんですか。そうですね、日持ちはします。顔ちょっと、いや、僕ほんま買いますわ。本場のドイツのソーセージはいかがですか。めちゃくちゃうまいです。続いて、おすすめスポットは私の国、酪農国オラッチェです。自然や動物に触れられ、美味しいソフトクリーム、地ビール、バーベキューも食べられるんですよ。国王の私がご案内いたしますので、ぜひいらしてください。お待ちしております。ついに国王自ら。確かにな。オラッチェ。オラッチェ。オラッチェ。というわけで、グリムから車で5分のオラッチェ。そうか、社長。社長も、社長おらへん。いや、社長、チラチラ、俺の位置からはチラチラ見えてんねん。あれ、絶対社長やって。社長やな。うん。社長っていうのは国王やから。国王か。あ、国王。国王。どうも、いらっしゃいませ。会いたかったです、国王。どうも。どうも、お待ちしておりました。どうも、国王。お願いします。いやいや、もう、俺のやつ乗っかんのやめて。俺も絶対国王に会わせたらこれやろう思ったけど、俺のやつ乗っかんのやめて。俺のやつやから。国王、すいません。ナビゲートありがとうございました。いえいえ、どうもご苦労様。いや、それ俺のやつやな。あ、いや、あ、表を上げ。乗ってくれるかと。ペライは、ほんまに。こちらが今回ナビしてくれた酪農王国オラッチェの国王こと、社長の片野俊和さん。いやいや、すごいいいとこをご紹介していただいて。そうですよ、はい。このカンナミって面白いものがいっぱいあるんですよ、実は。カンナミちょっといいですね。ただそこに負けず劣らずの酪農国。ええ、ここがあってのカンナミです。オラッチェがあってカンナミがあって静岡県があると。そうそう。そういうことだ。ええ、中気になるわ。ああ、どうぞ中見てください。中入っていいですか。はい、美味しいジビールがありますから。ジビール。はい。
ここのですね、乳製品を使ったこういうお菓子類。めっちゃうまそう。こいつ牛乳めっちゃ好きなんですよ。めっちゃ好きなんですよ。そうですか。これ普通の牛乳ですか。あ、いや、これ、これクッキーが入ってるんですね。普通の牛乳はお前むき出しに置いてるか、お前。冷蔵してあるに決まってるやろ。で、一番実は美味しいのはチョコレートです。え、牛乳のチョコレート。そんなの、これ絶対うまいわ、はい、白いんですね。そうです。で、乳製品とか絶対うまいですよ、牛乳。めっちゃ好きなんですよ、牛乳。あ、そうですか。飲みますか。国王の特権でタダであげますから飲んでください。国王国王すごい。いや、いただきます。はい、どうぞ。買って帰らなあかんのがまた。渡辺正行さんね。うまっ。美味しいでしょ。めちゃくちゃまろやかさがちょっぽーとええわ。ちょっとオラッチェ魅力的ですね。いや、ほんまや。買いたい。ちょっと待って。こんなん。いや、激アツっすね。いや、欲しいもんばっかりあるやん。さあ、この後売店を抜けビール工場や乳製品工場などを案内されつつ動物のところへ行きましたよ。あ、餌やりありますか。いいですか。かわいい。ちょっと癒されんな。うわ、すごい。鼻おもろいな。わ、すごい。鼻息すごいですね。ビビりすぎやって。いや、鼻息すごい当たるからさ。怖い言うてもてるやん、もう。だってこれちょっと短いって。これ歯がすごいから。歯すごいから。これ掘り込むなって。もう愛ないわ。羊。さあ、羊さんにも餌をあげて、いよいよバーベキューをいただくことに。どうぞお食べください。行きましょう。その間にビールが来ますから。絶対うまいな。いや、うまい。こういうね、やっぱバーベキューのね。バーベキューしたかったけど行けてなかったしな。うまい、一番うまいんですよ。行きます。いや、これなんですよ。この味なんですよ。パンチになるね。やはりあのタレにこだわってますしね。ここのシェフが頑張って作ってますから。やっぱこれ、いや、あ、ビール来ました。ビール来ましたんで。すげえ。これ、ここ何ビールですか。これはジビールのピルスナーのオーガニックのビールです。ええー、風の谷のビールですね。これはね、僕ダメな国民になってしまいそうですね。あ、ちょっとね、遊びほうけてしまいそうなね。これビール好きな人好きやろな。最高。めちゃくちゃ美味しい。あの、すっきりしてるから飲みやすい。ありがとうございます。あ、うなぎさん。あ、ソフトクリームです。え、これもしかしてあの酪農の。そうです、ここのね、製品です。濃厚。いや、これはうまい。これ牛乳ほんまに。ミルクだけでこの味ですか。そうです。これはね、もうどこへ出しても実は負けない商品ですね。ちょっともうこの国で働きます。はい。じゃあ早速あの舞台を作りますから。ありがとうございます。はい、それで僕らもやらせてもらいます。一生懸命。ただここで働くときには芸名変えていただきますよ。え、何になるんですか。オラッチェボーイズ。これはもうだいぶむずい。いや、今のでだいぶむずい。ちょっと丸の道具に戻らせていただいていいですか。これ、もらっちゃおう。